デビッド・ワーナーは、イギリス・マンチェスター出身の俳優。デビッド・デイビッド・デイビッド・デビッドなどの表記もある。1941年に、イギリス・マンチェスターに生まれる。父親は、介護老人福祉施設の経営者だった。楽院としての出生だったため、父親からは認知されておらず、幼い頃は、それぞれの親に育てられた。デパートの書店で働きながら、 アマチュア劇団で活動。その後、王立演劇学校で学び、1962年にトニー・リチャードソンの夏の夜の夢の舞台でデビュー。その後、多くのシェイクスピア劇に出演。テンペストやジュリアス・シーザーなどが含まれる。その後も舞台俳優として、ロンドンを中心に着々とキャリアを重ねていった。同じく1962年に短編映画でデビューし、 アルバートフィニー主演のトム・ジョーンズの華麗な冒険で長編映画デビュー。1965年には BBC 制作で舞台と同じくシェイクスピア作品のバラの戦争へ出演。ヘンリー六世を演じた。1966年のモーガンで初主演。1970年に出演したサム・ペキンパー監督の砂漠の流れ物ケーブル。 ホーグのバラードで注目を浴び、英国のみならず、ハリウッド映画へも出演し始めた。ペキンパー監督の作品には、その他、戦争の腹渡などへも出演している。また、ホラー映画や SF 映画への出演も多く、テリー・ギリアム監督のバンデット級や、グレゴリー・ペック主演のオーメンや、ジェフ・ブリッジス主演のトロンなどのカルト作品や、話題作がある。 1979年にはテレビ映画炎の鳥でマサダでその演技力が評価されてエミー賞も受賞した演技の幅は広くスティーブ・マーティンと共演した二つの頭脳を持つ男ではコミカルな科学者を演じタイムアフタータイムなどでは悪役を演じている1997年にはジェームズ・キャメロン監督のタイタニックでレオナルド・ディカプリオと共演未だに その健在ぶりを発揮した。また、2001年には、ティム・バートン監督の、プラネット・オブ・ザ・イプス、猿の惑星へも出演。素顔ではなく、猿のメイクアップを施しての出演だった。近年では、再び舞台を踏むことも多くなり、2005年には、チチェスター・フェスティバル劇場において、シェイクスピアの、リアオへ出演。 また同年オールドビッグシアターでナイトスカイの人よ公演も行った。その他声優としても活躍。テレビアニメをはじめオーディオドラマなどの作品にもクレジットされており、2008年には BBC より発売されたオーディオブックにも声の出演をしている。1982年に結婚して娘がいる。 フォトスページ3ボールスターストーンでリトリーブドオン26ジュライ2011ありがとうございます。